モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント、はい、ママに優しいキャンプリゾートパークパラディスソ大分、大分県のくす町にあります、うん、であのパラディスソ大分はドローン飛ばしたりだとかね、それからバーベキューに舌鼓、テントに寝泊まりっていうことも皆さん楽しんでくださるでしょうけれども、実はアジュールルナというランチコースが美味しいレストランがあるんですね、はい、そのランチコースの締めで出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりで、あのこんだけ美味しいから自宅でも手軽に楽しめるようにっていうセットができました。それをプレゼントしてるっていうことなんで、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、じゃあね、今日はねこの時間はこちら女性の方のぞみさんからいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。初めてメッセージいたします。ありがとうございます。私のおじいちゃんの話を聞いてください、はい、この間ピーナッツをくれたおじいちゃんが亀仙人に似てて自分のおじいちゃんだったっていう笑われた話がありましたよね。それを聞いててふと思い出した出来事です、はい、私が社会人になって携帯ショップで働き出した時のこと、祖父は孫があの会社に就職したと周りに自慢するほど喜んでくれていました。おじいちゃんは漁船で漁に出ることもあって海の上でも連絡が取れるということを知った私は携帯をプレゼント、これで連絡が簡単にできるようになるねと母と話をしていたんです、うん、ある日私が手続きを終えてバックヤードの事務所に戻ったら事務所のみんながニヤニヤした顔でこっちを見ていました。なんかいいことでもあったのかなと思っていたら、そのうちの一人が今おじいちゃんから電話があったよって笑い顔。私はん？おじいちゃん？なんでお店の番号を知ってるの？とハテナマーク。そう、おじいちゃんにプレゼントした携帯が家に届いてわからないことがあったから、契約書に書かれてたお店の電話番号に電話をかけてきたみたい。はい。ただそのかけ方が独特で、お電話ありがとうございますと出た瞬間にのぞみな。のぞみな携帯届いたぞいって第一声、電話に出たスタッフもえひたすら電話のぞみな。いいですね、のぞみな。慌てたみたいです。しかし私の下の名前を知っていたスタッフだったんで、今対応中なので応援したいご連絡いたしますと丁寧に対応してくれました、うん、そこから私の登場で事務所は大爆笑。就職して携帯ショップで7年働いて、結婚をきっかけに退職、結婚してからもおじいちゃんに夫や子供も大事にしてもらって、2人目の子供が生まれた頃におじいちゃんは他界しました。今は子供が小学生になったっていうこともあって、去年9月から小売業の会社で正社員として働くようになりました。子育てと仕事、正社員になって両立できているのか悩んで、趣味一つない私になんてつまらないやつなんだと落ち込むこともありました。でもこの前おもろい家族であのピーナッツのおじいちゃんの話を聞いた時ふと私のおじいちゃんのことを思い出したんです。それもその日はおじいちゃんの誕生日だったんです。仕事に行く途中の車の中で聞いてましたが、ふとおじいちゃんが空から応援してくれている気がしたんです。きっと空の上でもおじいちゃんが私のことを自慢してくれてるに違いない、これからもきちんと頑張らなきゃ、そう思いました。私にとっておもろい家族は家事をする時の BGM です。とっても家事がはかどって助かってます。これからもおもろい家族楽しみにしてます、というね、なんかたまたまね、聞いた日がおじいちゃんの誕生日だった、うんうん、ねえ、のぞみなねえ、
おじいちゃんが応援してくれてるっていう、やっぱそういうことでしょう。本当そうですね。だと思います、単なる偶然じゃ片付けられない出来事だと思います、はい、ね。さあそれからね、まあなんていうか、こんな話はほとんど紹介しないんですけれども、まあこれはもうちょっとね、あの新年度で皆さんがもうちょっと張り詰めてるでしょうから、こういう話もね紹介することにしましょう。どんな話だ。中地、小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。私は不動産の仕事をしていて、火曜日から木曜日まで鹿児島出張で、今日が最終日、まあ、先週の金曜日、あ、木曜日にね、いただいたメッセージですけれどもね、はい、まあ、だからもう年度末っていうことでね忙しかったのかもしれません、うん、こんな人他にもたくさんいると思いますが、私枕が変わると全然眠れないタイプ。いるね。いらっしゃいますよね。枕が変わると眠れない、うんうん、ね、はい。こんな人他にもいると思いますが、私枕が変わると全然眠れないタイプの人間。一昨日も昨日もなかなか眠れず、だいたい2時か3時ぐらいでようやく眠りにつく。こんな時の夢って怖かったり変な夢が多いんです。昨日の夢は、夢の中で仕事していて急に急ぎの仕事が入って、パソコン扱わなきゃいけないっていうことで、出張先、普段はコンビニとかスーパーのような広い駐車場で作業をさせてもらうことはあるんですが、その夢、全く商業施設が見つからない、うん、で空き地ばっかり、はい、しょうがないからこの空き地を借りようっていうことで、でも仕事から気になるんでしょうね、会社の後輩に電話してこの土地の所有者を知ると。面白い。枕が変わって眠れない上にやっと眠れたら、そういう夢ですよ。空き地を借りようと、でも仕事柄気になって会社の後輩に電話してこの土地の所有者調べてって言ったら、ついに夢にまで出てきました。夢の中の土地謄本に中島浩二、小浜元子、今村敦子のお三方、なことあるわけないと思いましたが、3人が土地の所有者だったんです。はぁ、さてはモーニングジャムで儲かったお金で土地買った。恐ろしい。本当ですよ。人聞きの悪いこと言わないでください。さてはモーニングジャムで儲かったお金で土地買ってんななんて思いながら作業を続けていたところ、そこに3人がやってきたんです。やばいやばい、人の土地で何しとんじゃって怒られると思ってすぐ車から出て、平謝りすると、怒られるどころか事情を察してくれて、中地が大丈夫大丈夫、なんか差し入れ買ってきましょうかと。面白い。よかった。大丈夫大丈夫、なんか差し入れ買ってきましょうかと。45歳のおっさんにそんなことを言ってくれる、しかも子供に言いくるめるように。それを見て小浜ちゃんはお菓子食べながらニコニコ、いつもの微笑ましい表情、そしてあっちゃんが疲れてそうだから肩揉みますよと言ってくれて、肩揉んでくれたんです。あー気持ちいいってとこで目が覚めました。その時私のモーニング息子はなぜかピンコ立ち。いつも元気ないのに、これはあくまでも夢のお話です。何の話ですか。わからない、わからない。最終的にはモーニング息子に全部持っていかれたっていう。45歳でいつも元気がないのにっていう。知りませんよ。